開始当初から小雨、7回からは照明塔に火が入りました。ところで森永さん、カープの先発川口、タイガースには徹底して左ピッチャーですね。そうですね、まあ、左バッターもいいもんいますしね、左に多少弱いなっていう感じもあるんですよね。あ、さあその川口に対して1回表のタイガースですが、いきなり真由美の2号が出るんですが、そうですね、まあ、立ち上がりちょっとこのボールも高い、変化球もなかなか切れないというところですけどもね、しかし真由美当たってますね。そうですね、昨日は大野から1号、まあ、オープン戦からの好調を持続しています、はい、タイガースが1点を先取しました。そしてその裏のカープなんですが、タイガースの先発ゲイル、これはどうですか。私は相対的にいけばね、ストライクを取った時はね、先行した時は非常にいいピッチングをすると、はい、ただボールが先行した時は、ね、変化球をうまく使えないんですよね。ワンアウトからフォアボールの山崎が盗塁に成功して2塁、そしてこれも昨日1号の3番長内がホームランです。ちょっと角度はありますけどもね、やっぱりストレートのスピードはもう一つという感じですけども、力では力という感じがしましたね、このバッティング見て。これまた連日の2号でカープが2対1と逆転です。今日はシーソーゲーム、3回のタイガースは2アウトからフォアボールの真由美が2塁盗塁に成功、打席は2番の広田です。ワンエンドワンから大ファールがあって、ツーエンドワンになった4球目なんですが、そうでしたね、だから同じ高さ、同じコース、ただね、あのフォークボールなんですよね、はあはあ、これが少しすっぽく抜けたっていうんですかね、高めに来ますと、これが落ちない、しかし、この小さい体でね、飛ばします。そうですね、今度は文句なしのホームランです、3対2とタイガースが逆転しました。今度はその裏のカープです、先頭、高橋がカープ2本目のヒットを1、2塁間に飛ばします。まあ、非常に角度があってね、低い球だけども、まあ、ここからは初球から打って出ましたね、はい、そして2番山崎の3球目に2投に成功するわけですが、タイガースバッテリー今日は4投塁許してます。私はね、人よりはね、やはりピッチャーのね、よりももう少し牽制しなきゃいけないという感じがするんですよね。はーはー、そして山崎ですが、2、3から右中間にヒット、非常に理想的なんですよね、走って打つ、走っては打つですからね。カープが3対3と追いつきました。タイガースは4回6回とダブルプレーでチャンスを潰して、8回の表、前見のヒットを足場に2アウト1塁3塁のチャンス、前の回苦手の川口からヒットを奪って気を良くしていた岡田です。このヒット、そうですね、やはりヒット1本出ますとね、非常に楽になるというバッターはね、はい、だから変化球ですけども非常にうまく打ちましたよ。まず1点入ってレフトからの返球、これがそれて1塁ランの駆け込むホームインします。返球がまずいですよね、はい、さらにバックアップした川口のバックホームがベンチへ入って、なんと打った岡田までホームイン。あの、まあ、雨が降ってましてね、地面が濡れててボールをつかむのは非常に難しいんだけどもね、ここの3点は痛いですね、広島にとっては。タイガース6対3と勝ち越し、9回にも2点加えて8対3で勝負ありと思われましたが、カープすごい粘り、9回の裏、山中のプロ入り初の1号ツーランなどでまずゲイルをノックアウト。昨日に続いて山本和幸を引っ張り出しましたが、福島衣笠のタイムリーで8対6と2点差、なお2アウト満塁、代打の小川です。まあね、ボールとスライドがはっきりするだけにね、まあ、それとね、スピードがないんですよね、はい、だからこうなるともうベンチはね、誰か出したい気持ちになると思うんですよ ね、8対7、なお満塁で代打が伊藤、昨日同様サヨナラのチャンスですよね。そうです、トレンドマン、ここはね、山本の顔でしょうね、はい、若いバッターはちょっと山本の名前だけでね、はい、来てしまったという、そういうバッティングですね、はい、タイガースやっとのことで逃げ切り、ゲイルは来日初登板初勝利、まあ、結局8回のミスがカープの命取りになったんですが、森永、はい、さん一言お願いします。私はね、昨日の池田、今日のゲイルね、はい、なんかいけそうだなという、そういう感じの印象を受けましたね、はい、ただ山本がね、もう少しこうしっかりしないと、抑えがね、やっぱり弱いなという気がするんですよね。そうですか、はい、広島の開幕シリーズは星を分けています。広島阪神、大変なゲームでしたね。しかし今日のこの川崎球場は本当に客席も燃えましたね。村田投手、本当によく3年間我慢したと思います、まあ、一緒に励ましてきた奥さんも大変だと思いますが、試合が終わった後稲尾監督自身が自分が勝ったみたいにジーンとしたと言ってます。相手の西武の広岡監督もですね、こう言っております。実績のある人があれだけ下向きに投げて、今日は村田が勝っていいんです、大変な努力、勝負事は遊びじゃないという大変な見本ですと、まあ、こう語ったというんですが、本当によくわかります。この一勝をね、土台にますます勝ってほしいと思います。